リュドビク・ジャン・リュック・ピューテルは、フランスマルノ県ランス出身のプロサッカー選手。レッドスター所属。ポジションは、ゴールキーパー。元、U、U-21 フランス代表。2001から02シーズン、当時リーグワンに所属していた FC メスでそのキャリアをスタートさせ、5試合に出場すると、翌シーズンにはレギュラーに定着し27試合に出場した。2004年、 サンティアゴカニサレスのバックアッパーを探していたスペインのバレンシア CF と契約。しかし、移籍1年目のシーズンは怪我のため長期離脱を余儀なくされ、怪我から復帰後のシーズン終了数ヶ月前に西軍ダディビシオン B にところ属していたエルクレス CF にレンタル移籍した。復帰した2005から2006シーズンからはバレンシアの第二 g k を務めた。 2007から08シーズンは、ハコボサンス、アルバノビサーリの二人の GK を相次いで放出した、レアルバリアドリードへ、レンタル遺跡。背番号1を与えられ、正 GK として期待されるも、ベテランのアルベルトロペス、若手のセルフィオアセンホとのポジション争いに敗れ、出場機会を失う。シーズン途中でのフランス帰国も検討したものの結局、シーズン終了までバリアドリードに残留。 2008年、母国のリールに、レンタル遺跡、ここでも背番号1を与えられたが、出場機会を得られずにいた。2009年はパリ・サンジェルマン FC から加入した、ミカエル・ランドローに、背番号1を奪われたが、そのランドローの負傷によって、序盤戦に出場機会を得た。しかし、ランドローが予想以上の速さで復帰したためその後は、ベンチを温めた。2010年、 リーグ2のニームオリンピックにレンタル移籍。政治 2K としてプレーしたものの、チームはフランス全国選手権へ降格した。2011年2部に降格した AC アルルアビニョンに完全移籍した。アンジェ SCOO でのプレーを経て、2015年12月28日にジュピラープロリーグのクラブブルッヘと2年半の契約を結んだことが発表された。ありがとうございます。